今年もこの季節がやってきたね。それじゃあ8月の定期演奏会での演奏メンバーについて話し合おうか。幹部会？そう、今度の定演について幹部の3年生たちが会議してるんだって。だから原田さんたちいないのか。夏の定期演奏会まで2ヶ月を切った。次に定演でのメイン曲ドヴォルザーク交響曲第9番の演奏メンバーについて話し合いたいと思います。定期演奏会で演奏する曲は基本的に上級生や経験者を中心に編成してるけど、この曲だけは 1,2 年生の誰にでもチャンスがあるのよね。うん、鮎川先生の意向で座席順は実力で決まります。なので例年通り2週間後演奏メンバーのオーディションを開催します。っていうか何重い空気作ってるのよ。いやなんか雰囲気出してみようかなって思って、うん、暗くて字も見にくいんだから。ごめんごめん。いよいよか。この時期は毎年荒れるんだよね。でも今回はオーディションに参加しなくて済むと思うと気が楽だわ。今年は私たち3年が審査する側だからね。今年のファーストバイオリンは2年生が7人、1年生が8人、全部で15人か。そこから半分は落ちるわけだからね。俺去年オーディション落ちてへこんだな。原田は1年の頃からぶっちぎりの合格だったもんな。今年は実力のある新入生も入ってきたけど、誰がオーディションを勝ち抜いて座っていくと思う？楽しそうな顔しちゃって、まったく。そりゃあファーストだったら1年の青野くんと佐伯くんじゃないかな。あの2人だけ別格だもんね。こっちがへこむくらいうまいし。とりあえず2人は確定でしょう。そうかな。1年生の上には2年生がいる。はっはー、要するに原田くんは1年と2年を競わせたいわけね。うん、原田ってそういうとこあるよな。切磋琢磨するのはいいことだろ。2年生には裾野さんや滝本さん、そして羽鳥もいるしね。羽鳥か。2年生は上手いけど癖の強い奴らが多いよね。このオーディションがきっかけできっと海幕のオーケストラはもっと良くなる。そうすれば俺たち3年も安心して引退できる。1年生
個人練習を終わりにして集まってください。あれ、これから弦の合奏練習を始めます。今日は2年生が仕切るのか。そっか、3年生は会議中だっけ。それもあると思うけど、もうすぐ3年生は引退だからじゃないかな。あ、裾野先輩は次のファーストのパートリーダーだし、これから少しずつ新体制へ移行していくのかも。おう、庭園が終わればもう先輩と一緒に演奏できないのか。練習の前に庭園について軽く説明します。定期演奏会、略して庭園は、オケ部の重要なステージの一つです。中でも夏の庭園は3年生の引退公演であり、今の1年生と3年生が同じステージに立てる最後のチャンスとなります。皆さんもすでに知っていると思いますが、今度の庭園でのメイン曲、ドボルザーク交響曲第9番、この曲については2週間後に演奏メンバーのオーディションを行います。いよいよだね。ちなみにオーディションに関しては1年生の参加するしないは自由です。初心者には難しい曲なので個人の判断に任せます。オーディションか。どうしたの。いや、だってこの曲めっちゃ難しい曲でしょ。前に先輩が庭園で初心者は1曲出られればいい方だって言ってたくらいだし。うん、人によって演奏する曲数は違うんだよね。初心者だと 1,2 曲くらいで、経験者だと 4,5 曲って。だからどうしようかなって。らしくないよりっちゃん。一緒に演奏するって約束まだ果たせてないんだよ。私全部の曲演奏するつもりで頑張るから。ハル、ちなみに今回のオーディションでは第三楽章を中心にテストします。第三楽章、いやらしいとこついてくるな。なんで。第三楽章は三拍子なんだけど、バイオリンで三拍子は拍が取りづらいんだよ。イメージつかんでほしいし、一度うちら2年が弾いてみたらいいんじゃない。去年のコンクールでこの曲弾いてるし。弾いたのは第4楽章じゃない。第3楽章はみんな初めてだし。きっと大丈夫だよ。うん、初めて弾く第3楽章をいきなり合わせるのか。ねえ、ハトリは？そう、見てないけど。どうせ今日もサボりでしょ。もう、しょうがないな。次来たら閉める。あそこに座るってことは、あの人が次のコンミスなのか。楽しみだね、今度のオーディション。俺と青野くん、どちらが表か裏か、これではっきりする。今は俺が表の席だぜ。とりあえずの席じゃん。おいおい、お前らオーディションに受かる前提かよ。あたり、誰。ちょっとあんた、どれだけサボれば気が済むのよ。まあまあ、そうカリカリすんなよ姫ちゃん。そんなに俺が恋しかった。あんな先輩いたっけ。私たまに見かけたことあるよ。多分ファーストの2年生だと思う。へえ。何、今日は2年で合わせる感じ。そう、次の庭園のドボルザーク1年生に参考までにと思って。ほうほう、第三楽章ね。あんたできるわよね。もちろん。あの人がコンマス席。よっしゃ、そんじゃまあ可愛い後輩のためにちょちょいっと行きますか。ほとんど初見の曲を合わせるなんて。
2年生でも無謀じゃないか。おいおい、初合わせでこんなに合わせられるものなのか。1年生のお手本っていうけど、こんな演奏を見せられたら逆効果っていうか。決まったんじゃないの。腕が落ちてなくて何よりよ。とまあこんな感じなわけですが、これくらいの演奏ができなきゃオーディションは2年がいただきだな。お昼お昼あれ、あんたお弁当は。今日は購買、母さん寝坊してさ。へえ、珍しい。購買行くなら急いだ方がいいわよ。なんで。やっぱり混む。あんた何言ってんの。この学校の生徒数を忘れた。うん、うん、うっ行ってらっしゃい。うわ、焼きそばパンください。私タマゴサンド。さすがは生徒数2000人超えのマンモス校、完全に出遅れた。これを逃したら部活が終わるまで飯抜き。さすがにきついぞ。オーディションも近いのに。これくらいの演奏ができなきゃオーディションは2年がいただきだな。もっと体力つけて練習しないと。ごめんなさい、売り切れちゃいました。食いっぱぐれた。ごめんね。夜まで飯抜きか。それやるよ。俺のおすすめ。あ、じゃあお金を。まあ、いいっていいって。でも。お前分かってねえな。こういう時は素直に甘えとけって。その方が先輩には可愛がられるもんだぜ。はあ。お前飯一人。はい。一緒に食うか。え？いや、昨日美味しそうなシュークリーム見つけてさ、我慢できずに2個食っちゃった。2個？そんなの一瞬だよ。やばいね。あ、あれ？羽鳥じゃん。なんで青野くんと一緒にいるの？さっき購買で見つけてさ、先輩風吹かせようと思って。あんたね。断るわけにもいかず。結局ついてきてしまった。せっかくだしみんなで食べようよ。私青野くんと喋ってみたかったんだ。え、マジかよ。正直あまり2年生と絡んだことないんだよな。こういう時どうしたらいいんだ。お前なんで正座してんだよ。やだ、かわいい。もしかして緊張してる。こういう場所苦手なんだよな。まあ足崩せよ。ついてるよ。真っ赤。ちょっとカヨ、かわいそうでしょ。ほんと苦手。
どう？オケ部にはもう慣れた？あ、はい、なんとか。そんなに固くならなくても。っていうか君、お昼それしか食べないの？はい、小食なんで。たくさん食べなきゃいい音出せないわよ。あ、いや、姫ちゃんはちょっと食べ過ぎっしょ。うるさい。でかい。食べてるとき幸せそうだよね。うるさいったら。なんだよ、幸せなのいい。なんか先輩たちってもっと怖いのかと思ってたけど、昨日の演奏の時とは大違いだな。そういえば、うちら2年の間で青野くんのことはよく話題に出るよね。うん。え、今年はすごい1年が入ってきたからオーディション気合い入れないとねって。お、何？こいつそんな有名人なの？え、あんた知らないの？この子めっちゃうまいんだよ。マジで？やべ、そうとは知らずに昨日はかましちゃったな。あんたなら知っててもやるでしょう。え、経験者？小さい頃からやってた口？あ、はい、まあ。へえ、俺も5歳の頃からバイオリン教室通っててさ。まあ、めっちゃ不真面目な生徒だったけど。そうなんですか。昔の話題は避けた方がいいよな。あれ、パトリじゃん。今日はこっち来るっしょ。あー、悪い、しばらくそっちに顔出せねえわ。マジかよ、パトリいないとつまんねえよ。早く戻ってこいよな。うっす。あの、そっちって。ああ、ダンス部だよ。ダンス部？こいつ兼部してんのよ。通りで普段見かけないわけだ。っていうか、そんなことできるのか。兼部してるくせにそこそこ弾けるってのがムカつくよね。でもそろそろオケ部に集中しようと思ってんだぜ。どうだか。さて、じゃあそろそろ練習にでも行くかな。昼飯付き合ってくれてサンキューな。いえ、俺の方こそごちそうさまでした。あんたが昼休みに自主練習なんて珍しいわね。まあ、すげえ1年が入ってきたって言うし、それに原田さんも引退しちまうしな。原田さんと一緒に演奏できる最後のチャンスか。あれ、ハトリがいる。うっす。明日は雪でも降るんじゃないの？大丈夫っす、俺晴れ男なんで。意味わかんないし。あ、オーディション2週間後だぞ。大丈夫なのか？まあ見ててくださいよ、今回もかましてやりますから。それじゃあパート練習始めます。よろしくお願いします。今日は羽鳥先輩もいるんだね。ああ、やっぱり佐伯も羽鳥さんを意識してるのか。そりゃそうだよな、昨日の演奏もすごかったし。弓の動きや呼吸、体の動き、後ろ姿を見ているだけでわかる。あの人の音は柔らかい。やっぱすげえな。ありがとうございました。この後残って個人練習する人は完全下校の時間をしっかり守ってください。はい。ハル、一緒に帰ろう。ん？残って練習する人多いね。もうすぐオーディションがあるからじゃないかな。
ここじゃ練習できないな。あれ？あんた今日は居残り練習までするの？珍しい。明日は嵐ね。あのね、俺だってやるときはやりますって。羽鳥先輩も残るのか。うん、よし。ここでなら個人練習できるな。オーディションまでにどこまで練習できるか。佐伯？よし。よしじゃねえよ。何やってんだよお前。何って練習に決まってんじゃん。なんでここでやるんだよ。もう勝手に練習始めてるし、しょうがねえな。こいつ俺の音に合わせてるのか。おい、また笑った。あの時はうまく合わせられなかったけど、今度は。めっちゃ合ってたよな。っていうかお前、何勝手に人の演奏に合わせてんだよ。今さら？お前ら随分仲良しなんだな。羽鳥先輩。なるほどね。俺がいない間にこんな奴らが出てきてたわけか。お前らオーディションはもちろん受けるだろ？はい。お前が佐伯で、こっちが青のね。今年のオーディションは原田さんが出ないからつまんねえと思ってたけど、前言撤回。めちゃくちゃ楽しみだわ。この際だからお互い言いたいことはっきり言おうよ。秋音さんとは仲良くなれる気がしません。大事なのはゴール目指して走り続けることだと思うよ。だから息切れしてる子がいたら助けてあげてね。